皆さんこんばんは。ロンロン JP です。Hi there. This is Lonlon JP. Would you like to play Decisive Battle Final Fantasy 6 on your guitar? Final Fantasy 6のですね、決闘というやつをギターで弾いてみたいと思いませんか？私も思いましたね。これかっこいいですもんね、なんつってもね。It's cool. So I'm gonna teach you how to play the Decisive Battle.Final Fantasy 6。このビデオはですね、私3回シリーズでやろうと思ってまして、This video is for 3 section. Today I'm gonna do a first one. So please see it carefully. これの繰り返しがですね、4小節最初にあります。小説を、まずは、いきたいと思いますね。これはとっても簡単でですね、禁じられた遊びと実はよく似ています、禁じられた遊びは1弦2弦3弦というふうに入るんですが、この曲の場合イントロではですね、2弦3弦4弦それとベース弦でいきます、こんな感じですね。最後のところはちょっとトリッキーですけどね、4つ重なります。最初は3つ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 と3つが4つ続いて4つが入ります。こんな感じですね。これを4小節繰り返します。最初はゆっくりでいいんで、ゆっくりゆっくり弾いていただいてですね、どんどん速くしていく。この小指を使って小指、中指、人差し指でもいいんですが、より早く弾きたい場合はですね、この3本の指、いわゆる3フィンガーで弾くととっても早く弾けます。最初に戻りますね。Eマイナーってまあ普通こういう風に押さえますけどね、それをこの中指で、2の指で押さえてですね、こう言います。これ開放弦ですね。2弦3弦の開放弦に4弦の4フレット、いわゆるファの音ですね、ファシャープの音、これに3弦の2フレットのラの音を足します。ここはポイントですね。最後ね、これの繰り返し、これにベース音のこの E を出します。6弦の開放弦、ここまではできましたかね。ちょっと上級コースになるとですね、6弦の開放弦を足し続けるっていうのがありますね。この頭でね、頭で食う感じで、最初の一拍目に6弦を入れれば私は十分だと思いますけどね。どうでしょう。じゃあ、最初の4節をいいとして、その次のところですね。
次は C、D、B マイナー、C、D、E マイナーといきます。 C はですね、この最初のここですね。普通 C ってこう弾くじゃないですか。 この、2弦のこれなしですね。5弦と4弦だけここを残して C の形で、2弦の開放弦を弾きます。5弦と4弦いっぺんに弾いて2弦の開放弦を弾きます。そうですね、まあ、よくあの C メジャー7ってなりますけど、 あのイメージですかね、これでといってですね、次 D に行きます。 D はですね、4弦の開放弦と3弦の2フレット、これですねといきます。ここがあの B の形になりますね。いわゆる B ってことですよね。これのこれをまあこんな形で、5弦の2フレット、4弦の4フレット言いますよ。ね、分かったかな。もうちょっとよく見せましょうか。で、ソラーといきます。ミシダソファソラファレミ。ミは一緒に弾きますね。6弦と4弦をミファソシといきます。いいかな。ミシはちょっとここでアレンジを入れてですね、オクターブ上を行きます。ここはすごく簡単なんですね。一番簡単なところで、この4弦のミだけで、あとは開放弦ばっかりです。お好きなように、私はリズム感がない方なんで、もう皆さんのリズム感に任せますんで、私よりも多分かっこよく弾ける人はこうシャッフル入れたりね、あると思うんですけど、じゃあ最初からいってみましょうか。こんな感じですかね。今日のレッスンはここまでっていうところなんですけどね、よくできましたか。あと3回シリーズでいきたいと思ってますので、その次のパート、明日の予告をしますね。これもなかなかかっこいいですよね。こういうのゆっくり弾くと簡単なんですよ。